カラットは宝石の質量単位または金の純度を示す単位である。カラットはダイヤモンドなどの宝石の質量を表す単位である。現在は1カラットイコール2 0 0ラムと定義されている。カラットは国際単位系の単位ではなく SI と併用して良い単位ともされていない。しかし宝石の計量単位として国際的に使われていることから 日本の計量法では、宝石の質量の計量に限定して使用できる単位となっている。カラットの単位記号はカラットである。カーの記号は計量法上は認められていない。分量単位としてポイントがあり、1ポイントイコール1、100カラットであるが、計量法上は用いることはできない。宝石の取引は厳密には定められた基準をクリアした。 軽量器で軽量されたカラット単位を示すことしか認められていないが、ミネラルショーなどでは、簡易型の軽量器が、慣習的に使われていることが多い。カラット、カット、カラー、クラリティの4つがダイヤモンドの品質を決めるとされ、4C と総称される。ヨーロッパ各言語で似た語が使われるが、英語のキャラットの直接の由来は中世フランス語の、 キャラットで、その由来はイタリア語のキャロットである。それはさらに、アラビア語のに由来するが、これもまた釈用語で、古代ギリシャ語のカッパイプシロンドオアルファータウイオタ、ニューが語源である。宝石の重さを表すのに用いられた、デーゴナンツ部分の重さかという単位が起源だとされる。イギリスでは後にヤードポンド法のグレーンと関連付けられ、188 18年以前には、 3.16995グレーンであったが、1888年に3.16832グレーンとなった。しかし、これ以外にも様々に定義されており、1907年以前には少なくとも23種類のカラットがあり、それらは 187.00mg から 215.990mg の範囲にわたっていた。 このため1907年のメートル条約の会議で1カラットイコール2 0 0ラムと定められた。当初は他のカラットと区別するためにメートル系カラットとも呼ばれていた。カラットは金製品の金の純度を質量の24分率で示す単位である。日本では金という略称で24金や18金などと呼ばれることもある。語源は質量のカラットと同じである。 質量の単位が純度に使われるようになった理由は、中世に質量24カラットの丸く金貨が作られた時、その純金含有量をカラットで表したためである。軽量単位例別表第6交番3カラット、キログラムの0.0002倍となっている。軽量単位例別表第6交番3、軽量単位規則別表第4宝石の質量の軽量カラット、カラットとある。 オ谷太郎、図解雑学単位と定数の話な詰め者。ミリグラムへの換算は、1958年以降の、換算値である1グレーンイコール64.79891ミリグラムによる。オンザオリジンオブザキャラトアズザユニットオブエイトフォー、ジェムストンズタオゼンジョング、チャイニーズジャーナルオブジョケマストリ、ジュライ1991、ボリューム10、イシュー3。 ピアニッシモ288-293インスイクロープディアブリタニカカラトありがとうございます。